なんと今回はモブに乗れる世界にやってきました。ということで今スノーゴーレム四つん這いにさせて乗ってます。どうもクルハヤです。こんな感じで普段からモブ尻に引いてる感があるよな。ということでね、今回はこんな感じでモブに乗れる世界に来ました。でね、乗るモブによってそれぞれ能力が使えたりするんだよね。例えばこれね、今スノーゴーレムなんだけど、こうやって雪玉を飛ばしたりできるんだよね。どうやって乗るかなんだけど、こういう感じでなんかモブのドロップ品とかでアイテムを作れるんだよね。でもうこうやって出したり、色変わってるこういう風に一度作っちゃうともう出したり戻したり自由にできるんだよね。てことでね、今回はこの世界でエンダードラゴンを倒していきたいと思います。あいつも尻に引いてやる俺の。今回めっちゃたくさんな素材が必要になるんだよ。ってことでそこでね、協力してくれるモッドがこちら、まな板モッド。ちょっと待って、俺これさ、最近また使わなかった？なんか俺まな板中毒になってない？大丈夫？これ便利だし最強だからさ、もう止められないんだよね。じゃ、ってことで、じゃ、まず危険を作って、いつも通り、こうやってモブ倒していくか。ここまではいつも通りだよな。そしてじゃあ鶏だったら羽だね。じゃあこのまな板ブロックで羽をたくさん出して、いやー便利すぎる。で、この羽とサドルを使うことによって、間違えたな。なんだ？あ、ごめん。違う。生の鶏肉の方だった。でもこれ、普通に考えてとんでもないレシピじゃないか。はい、これで、なんと、鶏の乗り物ができます。これの能力なんだけど、いきまーす。はい、ゆっくり降りることができると。これで、落下ダメージは効かないよね。だからね、高いところに降りるときに召喚するっていうのが、結構便利なんじゃない？じゃあこんな感じで、数々の、すげえ能力を持った乗り物を集めよう。そうすれば結構エンドラとかも、楽に倒せたりすんのかね。どれほどの能力があるのかわかんないけど。そしてじゃあ次は、豚肉でも作れんのかな？はい。こうやって、周りに豚肉で、豚の乗り物と、でもまな板のおかげで一瞬だわマジで。さあ豚の個性はなんだ？なんか食べ物系がいいな。あ、すごい、ちょっと色が濃いから乗り物と豚の違いはわかるんだね、はっきり。じゃあ行きまーす。はい。うわ、待って、めちゃくちゃ足速いんだけど。どうやら豚は乗れるモブの中で一番足が速いらしい。本当にこれモブの能力使えてんのか。こんな速く動く豚見たことないけど。いやでも2番目にこの能力を出せたのすごいね。あ、村だ。すげえ。そして、鍛冶屋もあるぞ。はい、ダイヤ来い。ダイヤ出れば、まな板で複製できる。はい。出ないか。あと、このバージョンは多分ね、ゴーレムもいないし、おそらく食料とかもないかな。でも食料は、一回作れば増やせるから。いや、これ、パワーワードだな。いや、もう今日本当は、このまな板の方がメインなんじゃない？大丈夫かな？あ、そしてイカがいたね。このイカの乗り物はいいんじゃないか？確かこの時は、海の生物イカぐらいしかいないからね。いきまーす。はい、これで、イカの乗り物ができると。そして、イカの乗り物の能力。いいね、この緑のイカ。なんと、これはわかるかな？はい。水中移動、めっちゃ速い！めっちゃ速い！いや、さっきの豚といいさ、いつもモブ本気で走ってないんじゃない？めちゃくちゃ便利じゃん、これ。はい。あれ？あ、しかもさ、見て、ジャンプすればこいつ地上でもいけるぞ！いかん、お前ポテンシャルの塊じゃん！いいね、いいね。そして夜になってしまったと、ちょっと俺、乗り物ばっか集まって、全然その装備とか集めてないから、ちょっと怖いな。さすがに食べ物ぐらいじゃ作るか。木のピッケルで、もう石一回掘って、で、増やしてかまどにすれば、もうこれで余りの木で肉が焼けるからね。で、この焼肉も増やして、よし、もうこれでいける。正直装備なくても、最初の方は食べ物があればいける。待って、あと蜘蛛の乗り物欲しい！アップねー！そしていたね！なんで俺が夜の湿地帯に向かっていたのか。それは、このスライムが欲しかったんだよな。イェーイ！やったスライムボールゲットよっしゃ、このスライムの乗り物も作っちゃおうか。これの能力は、こうやって、ぴょんぴょん跳ねるんだよね。これなんか、ちょっと、思うことない？だんだん、高くジャンプするんだよね。いや、めっちゃ高い、めっちゃ高い。
これ多分降りたら俺死ぬね。え、これさ、でも周り見渡すのには使えるわ。そして、見つけたわ。エンダーマンいるね。今回の目標はエンドラだから、エンダーパールは必然的に必要になるわけよ。よし、勝負。待って、これ、大丈夫？この、あ、オッケー。あぶねー。さ、エンダーパール落としてくれよ。そしたら、俺が増やせる。あ、待って、俺危険やん。やべ。危険だな、これは。いや、そういうことじゃなくて、あーやばい、つまんないこと言ったから、危険も壊れそうだし、俺も死にそうだし、ちょっと待った、あっぶねー、落ちねーのかよ。さあ、エンダーパール落としてくれ。はい、水際で戦っていく。やめろ、クリーパー、お前は来ちゃダメだー。お、落ちた？あ、落ちた！よかった。危なかったな。よし、じゃあこれでエンダーパールも増やすと。あとね、このエンダーパールはなんと、普通に乗り物にすることもできるんだよね。あ、洞窟だ。ちょっとじゃあ洞窟も入ってこう。で、このエンダーマンの能力、ちょっと待って、お前すごいな。そんなにして俺に乗りやすくしてくれてんの。ありがとな。こいつの能力は、なんと、ランダムに瞬間移動します。そう、だから、あ、ちょっと待って、痛い、こいつ水苦手なんだって、おい、俺のこと嫌い？やっぱ絶対洞窟内で使用する技じゃなかったな。いやでも見たところにテレポートするとかだったらめちゃくちゃ便利だったんだけどね。こいつランダムテレポートなんよ。そして洞窟も意外と広いんだな。まあダイヤ1個見つければダイヤ装備一式作れるから、ちょっとダイヤ見つけたいね。一応鉄も1個取っとこっか。よし。で、今回ね、なんとめちゃくちゃ簡単な探し方があります。じゃあまず、ダイヤの深さまで掘るわ。まあじゃあ、ここら辺かな？で、まあまた乗り物作ってくんだけど、ここで使えるブロックがなんとこれ。安山岩なんだよね。このマジで一回も役に立ったことがないんじゃないかと言われてるこの安山岩。なんと今回は役に立つんだよね。もう感動だな。もうモブにだけではなく、ブロックにまで見せ場を与えてく。それが俺です。はい、できた！シルバーフィッシュバイク！これがね、マジで強い。ちょっとじゃあもう鉄も増やしちゃって、はい、鉄ピッケルにしちゃおう。で、そして、まあ、シルバーフィッシュを出します。気持ち悪い！ダメだ、俺やっぱこいつ無理。いや、だが、今回は、ダイヤのためだ。仕方ない。やばい、すごい動きしてる。あ、もう音が、きつ。なんと、このシルバーフィッシュに乗ると、ピッケル手に持つだけで前進むと、なんと、こういう感じで、自動的に壊してくれるんだよね。で、多分、耐久値も減ってないよね、ピッケルの。だから、これで、行くところまで行く。もう、シルバーフィッシュが役立つなんて初めてよ、マジで。おーい、来たー。正直言っていい？鉄ピッケル普通に耐久値削れたし、多分、普通に掘った方が早かったわ。うん、シルバーフィッシュ首な。よ、じゃあね、ネザーも作れたんで、もうじゃあ早速ネザー行っちゃおうか。まあ、あとその前に、まあ、一応ダイヤ装備も着ちゃおっか。よーし、じゃあもうこれでいけるべ。はい、まずは要塞を見つけます。近っ！でも今日近いのはね、嬉しい。スポナーあったね。まあ、本当にブレイズロッドも一本でいいんだよな。落ちろー！はいー！もう大丈夫です。あとね、欲を言えば欲しいやつがあるんだよな。欲言おうか。ウィザースケルトンの頭、ゲットします。あー、来たー！おっしゃー！これで、もう、ミッションコンプリート。現世に帰ろう。あと、そういやね、黒曜石も、まな板で出してきたんで、これで、帰れると。じゃあ、まずは、でも、エンダーアイ作って、もうじゃあ、これで、どこにでも飛べるな。そして、俺が作りたかったもの。そう、ウィザースケルトンの頭で、できちゃうんだよね。はい。ウィザーバイクが。これは、すごいんじゃない？だって、はい。お、来たー！待って、こいつは、でっか頭。飛べるー！やったー！これでエンドめっちゃ探しやすいじゃん。嬉しい。あっぶね。これなんか下に下がろうとしてシフト押しちゃうと、普通に降りちゃうから、やばいね。死にかねないわ。でもなんかこの、モブの HP は少ないままなんだね。ということで、このウィザーを作るとなんと、できることがあります。じゃあこの弓を作って、ま、矢もね、無限に出せるんで、じゃあそこら辺に矢を放とうかな。いきまーす。はい。なんと、あれ？なんか、やばい、ウィザーにめっちゃダメージ食らった。はい。こんな感じで、ウィザーの顔と一緒に、出るんだけど、お前死にそうやん。もう本当にまっすぐ撃たないとやばいわ。ほら、こういう感じの、このウィザーの顔が出てくると、いや、死んじゃった。どうやら気をつけながらやんないといけないっぽいね。まあでもよかった、ウィザースケの頭残しといて。よっしゃ、どっちだ？はい、こっちね。でも多分ね、ここら辺、近いんだよね。
あ、ここじゃね？いやでもやっぱ空飛んでると見つけやすいわ。じゃあここに行きましょうと。あ、来たね。はいー。お、すげえ。ダイヤ入ってる。いらんけど。さあ、そして見つけたね。リザーで空を飛べるってことは、まあ、エンドクリスタルを楽々壊せるっていうわけだよ。はい、まあ、こうやって。で、まあ、とりあえず、まず、上陸しよう。まあ、だけど、ちょ、落ち着いて。まあまあまあ、ちょっと落ち着いてくれや。俺、最初に言ったよね。エンダードラゴンを尻に引いてやるって。なんと、できます。ねえ、危なーここに段差あってよかったわ。それが、このエンドストーンの真ん中に、サドルを置くことで、ドラゴンバイク。まあ、エンダードラゴンの乗り物だね。さあ、いでよ！エンダードラゴン！お！すげえ！サイズもそのままやん！はい。お、すげえ、ちっちゃくなった。まあでも、ああ、すげえ、かっこいい、このでかいの。よし、こいつにします。あ、こいつちょっと、HP 多いわ。普通のやつより。で、まあ、こうやって、飛びながら、弓で、あ、でも弓打つと当たっちゃうのか。まあ、だけど、こいつはウィザーと違って、この、火打ち石を使うことで、えい！ほら！ドラゴンブレスみたいの吐くんだよ。もう、火、めっちゃ火。おー！すごー！これエンドクリスタル破壊できんのマジででっかい痛い。ちょっと前がね、すごく見にくいんだよね。痛い！はい、どうだ？当たる。はい、そして、ここは、どうだ？はい、もう柵だけだけど、柵はどうかな？いけ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 。あ、ちょっと待って、柵いけないやつ？もしかして。こいつさ、一回戻すと、HP 回復するわ。これ裏技だね。で、まあ、柵が壊せないなら、壊せるやつに頼めばいいんだよ。こういう風にね。あれ？こいつも、ダメみたい。じゃあもう普通に壊して、ああ！まっつ！いや、あっぶな！はい。あ、てか待って、スライムはどう？え、あ、マグマキューブになってる。なんかギリ届かないから、見てろよ。はい。で、乗り捨てて、こうやって、登っていくと。まあ、わざわざ、やる必要は絶対なかったな。よいしょー！もうじゃあこれで、倒すだけだな。で、これさ、ドラゴンブレス効くか？あ、待って、あ、火打ち石壊れるの？あ、もう撃てなくなっちゃった。全然見てなかったわ。まあ、じゃあこういう感じで、狙いつつ、あ、真ん中来たね。はい。行って、あー！ドラゴン！あー！ドラゴン破壊された。危ない今の！今の上手かったね。まあ、じゃあもう矢も増やしちゃって、いいぞ！結構やっぱね、同じ高さぐらいになると、弓で狙いやすいわ。来いよ！空中戦！いや、これさ、それこそウィザーが強いんじゃない？あ、でも全然爆発のやつ遅えわ。当たったらラッキー。あ、いいねいいねいいね！いや、これで、どうだ？いや、もう全然爆発とかいらんわ。これ終わらせられるんじゃない？あー、痛いね。よし、これで、あー、痛いね。ちょっと怖いよ。今日なんかエンドラ気性荒いわ。ちょ、やばいやばいやばい、あっぶな。まあ、でももう弓で決められるんじゃない？あ、これ来たな。ここ！あ、行って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 。はい、これで、よいしょー！いやー、よかった。普通に死にかけたけど、まあ、でもダイヤ装備だから、まあ、無事倒せたね。ってことで、じゃあ現世に戻って、で、よし、じゃあ現世に帰ってきたってことで、あとね、一つだけ見せてないやつがあるんだよね。っていうのが、周りに TNT で真ん中にサドルを置くと、そう、クリーパー。まあ、どういうやつかっていうと、まあ、こういう、なんか、あ、すごい、豚みたいだね。まあ、こいつの能力なんだけど、こうやって、ダメージ受けると、爆発する。